カワキと仲直りしろってお前の話を聞いてこいって言われたんだよ。お前が俺のことを心配してるようだから。7代目がどうしたんだ。そうかよ、さすが7代目だな。俺の言ってることの方が正しいって。私が君の父親だ。同じ壁にぶち当たったことがあるんだってばよ。どうやっても憎しみってもんは生まれちまうけど、誰かがそれを止めない限り。気になったんだ、いつもなら感情をむき出してぶつかっていくでしょう。でもさっきボルトと言い争っていた時は途中で諦めた。頼みを聞いてくれる約束だったな。俺が散歩してくる間、ジュンらが見回りに来たら適当にごまかしてくれ。誰がお前を心配してるだろう。出会いの記念にふさわしいプレゼントを考えてる。お前がどこで死のうがどうでもいいんだよ。今日から君の人生は一変する。わざわざ古い持ち物を持っていくのさ、来るんだ。